副社アロイジエ、ビクトル・ステピナツは、クロアチアのカトリック教会合意聖職者。1937年から1960年まで、首都ザグレブのザグレブ大司教を務めた。1946年、ユーゴスラビア内外で世論を二分した評決において、ベオグラードの最高法廷は、ステピナツを、ウスタシャ政権へ協力した罪、そして、 聖教会神徒のセルビア人をカトリックに強制改収させるのを許可したことへの共謀罪で有罪とした。彼は16年の懲役を宣告されたが、5年後に釈放され、故郷、クラシッチへ軟禁された。1952年、ローマ教皇ピウス12世は彼を数奇教に任命した。ステピナツは多血症患者であり、 1960年、その病から来る血栓症で死亡した。61歳没。1998年、教皇ヨハネ・パウロ2世は、ステピナツを、殉教者と宣言して劣服し、再び世論を二分することとなった。ステピナツは、クラシッチ教区のブレザリッチ村に生まれた。彼は、オザク・ミノリの8人の子の5番目であった。1909年、彼は、 ザグレブのギムナジウムで学ぶため引っ越し、1916年に卒業した。彼が18歳の誕生日を迎える寸前に、彼はオーストリア・ハンガリー帝国組へ徴兵された。彼は第96カルローバツ不評連隊へ配属され、半年間の訓練をリエカで受けた。第一次世界大戦中、彼はイタリア戦線の支援へ送られた。1918年、 彼は足を負傷して、イタリア軍の捕虜となり、5ヶ月間拘留された。セルブクロアートスロベーヌ王国成立後、彼はもはや敵国の兵士として扱われなくなり、代わりにテッサロニキへ行って、ユーゴスラビア師団へ志願した。数ヶ月後、彼は除隊され、1919年春に故郷へ帰った。第一次世界大戦中に連合国側の軍務に着いたため、彼は、 ユーゴスラビアの英雄を称えるカラジョルジェの星勲章を授与された。戦後、彼はザグレブ大学農学部へ入学したが、わずか1学期だけで辞めて、父を手伝うために、故郷へ戻った。1922年、ステピナツは、クロアチアワシ協会の一員となり、チェコスロバキアのプルノにある療養所へ旅行した。ステピナツは、団体の礼拝行進で先頭に立ち、 クロアチア国旗を掲げた。1924年、コレニウムゲルマニクムへふんがりクムで新父の勉強をするためローマへ向かった。彼は1930年10月26日に除海された。11月1日、初めてのミサをサンタマリア・マッチョーレ大聖堂で行ったと彼は述べている。1931年、彼はザグレブで除災となった。 彼は1931年にカリタス協議会の大司教座分会を設立した。1934年、ステピナズはザグレブ大司教座の共同司教に任命された。それは、その他の候補者が教皇ピュース11世に拒否された後だった。ユーゴスラビア国王、アレクサンダル1世は自身が共同司教任命に同意することをカトリック教会に求めていたからである。 ステピナツは任命されるにあたり、インテ、ドミネ、スプラビをモットーとした。この時期、アレクサンダル一世は王国の独裁化に奔走していた。ステピナツは、ブラドコマチェクや他のクロアチア人政治家の釈放、及びその他一般の大社を王に要求する、ザグレブオボエガキに署名した者の,の中の一人であった。ステピナツは、自身が共同司教に任命されたことに関して、 マチェクに面会して、謝意を示す機会を求めたが、ユーゴスラビア当局によって却下された。1934年、アレクサンダル一世がマルセイユで暗殺された。ステピナツは、司教アントゥン・アクシャモビッチ、ディオニジエニャラディ、グレゴリー・ロジュマンラと共に、セルビア正教会によって行われた王の国葬へ、出席する特別許可を教皇庁から与えられた。 クロアチアの政治家アンテトルムビッチは、ステピナツへ話をする機会が1934年に数度あった。ユーゴスラビア王国とのトルムビッチの関係において、国家がカトリック教会に対して、すべての宗派に対するのと同様に振る舞い、カトリック教徒などに自由を保障するという前提付きで、ステピナツは国家への忠誠心を持っている、と記録していた。7月30日、 彼はフランス人代議士ロベール・シューマンを迎えこう話した。ユーゴスラビアに正義はない。カトリック教会は耐えている。スロベニアの最高峰トリグラブ山1936年、彼はユーゴスラビア王国最高峰であるスロベニアのトリグラウさんへ登った。現在のところ彼はトリグラブの峰へ登った唯一の高位聖職者であり2006年には この登山を記念する礼拝堂が山頂付近のクレダリ座山階に建てられた。1937年、彼は聖地への巡礼を率いた。巡礼の途中、彼は殉教者、ニコラ・タベリッチに捧げられた祭壇を祝福した。1937年12月7日、ザグレブ大司教アントンバワーが死去した。そしてその時点で、 戒立年齢40歳に達していなかったステピナツが後継のザグレブ大司教となり、教会史上最年少大司教の一人となった。1938年の史順説に、ステピナツはザグレブ大学の学生たちにこう話した。自らの国家へ向けられた愛は、人を野蛮な動物へ変えることや、すべてを破壊すること、報復を呼び覚ますことはできない。 しかし自国への愛は人を尊くする。それによって彼の国は他国への尊敬と愛を生み出すことができる。1938年、ユーゴスラビア総選挙が第二次世界大戦勃発前に行われた。スティピナツはブラトコマチェクの対立候補に投票した。ラジオベオグラードは大司教がユーゴスラビア旧進連合のミランストヤギノビッチに 投票したという嘘の情報を広めた。1938年後半、ステピナツは急性中水炎の手術を受けた。1939年4月、ドラグティンフレン博士は、ステピナツにマイヤーリンクからやってきた裸足のカルメル会の2層集団について話した。この2層たちはナチスドイツから圧力をかけられていた。ステピナツは2層たちを受け入れることを決め、 ブレゾビツァに住居を用意した。ステピナツは1939年10月6日にイブイコールグラードで過ごし、彼は地元教区のために献身礼を行った。1940年、彼はザグレブの聖マルカ教会でパブレ王子を迎えた。パブレはツベトコビッチマチェク同意支援をするためやってきた。ステピナツのも教皇ピウス十二世は九百四十年を クロアチア人、キリスト教家1300年を祝う青年であると宣言した。1940年、フランチェスコ会は在クロアチア700周年を祝い、総長、レオナルド・ベッドが行事のためザクレブを訪問した。この訪問の間、1940年9月9日に、ステピナツは第三フランチェスコ会に加わった。ウスタシャ指導部、他のカトリック聖職者たちと共に、 マルコとシェンの葬儀に参列するステピナツ。1944年、第二次世界大戦中のナチス傀儡国家、クロアチア独立国においてステピナツはザグレブ大主教であった。この国家は1941年4月にユーゴスラビアがナチスに占領された後作られた。極右的なクロアチア愛国者運動、ウスタシャが国家を治めた。この政権初期にステピナツは、 クロアチア農民党のブラドコマチェクラソノタ影響力のあるクロアチア指導者と同様に政権を支持しユーゴスラビア王国の廃止を歓迎した。戦中の毎年4月10日、彼は数軸国国家交付を祝福するミザを挙げていた。1941年4月21日、カトリックの新聞カトリチュキリストはステピナツが司教会議の座長としてすべて管理下に置いており、 その市場で大司教が4月12日と16日の対談でウスタシャ指導者を歓迎していると報じられた。ステラ・アレグザンダーはユーゴスラビア軍は当時侵入者とまだ戦闘しており、これは裏切りであると報じている。さらに、それはステピナツが補助司教に任命された時、王への忠誠の誓いを明らかな方針状態の発作で破ったことを意味していた。 バチカンを含めた世界中のほとんどの国はクロアチア独立国を主権国家と認定しなかった。ステピナツは公然と配下の聖職者たちに対して新しい国家のために祈るようとき、また国のために英知を持ってウスタシャ指導者安定、パベリッチが職務を果たすよう神に祈った。ボスニア・ヘルツェゴビナを含む傀儡国家で実権を握ったウスタシャは、 少数民族であるユダヤ人、ロマ人、聖教会信徒であるセルビア人に対して大量虐殺の猛攻撃を仕掛けた。歴史家ミーシャグレンニーによれば、ウスタシャは彼らの領域を巨大な一つの屠殺場に変えた。しかし、バチカンへ送ったステピナツの報告では、彼はウスタシャ体制に有利なことを報告しただけだった。1 9 4一年三月十八日、 彼はセルビア人に対する自らの姿勢を明確にした。すべてにおいてクロアチア人とセルビア人は北極と南極という二つの世界に分かれており、もし神の奇跡がなければ共になることなどできないだろう。分裂教会はヨーロッパ最大のワルであり、プロテスタントよりもはるかにワルである。この教会には道徳、原則、真理、正義、誠実さがないこの時期に、 ステピナツは、ウスタシャの犯したユダヤ人、セルビア人、ロマ人を絶滅させようとする大量虐殺に関する異議を唱えなかった。ロバート・カプランの記録したバルカンの幽霊によれば、クロアチア人、カトリック聖職者は、ウスタシャがセルビア人の村を吸収するのに同行し、無ごたらしく殺された村民を前にして、彼らが真の真理の一員として天国へ行けるよう宣令を、 施していたことが知られていた。1941年5月14日、ステピナツはグリナの虐殺の知らせを聞いて、パベリッチェ抗議の手紙を送り、クロアチア独立国の全土において、死に値する罪を犯したと証明されない限りにおいて、一人のセルビア人も殺してはならない。と要求した。1942年5月24日日曜日、当局の苛立ちに、彼は説教と、 特別な言葉でもって大量虐殺を非難する司教の手紙をセルビア人に言及することなしに用いた。人類すべてと人種すべては神の子である。人類全てに優劣はない。ロマ人、黒人、ヨーロッパ人、またはアーリア人種には全て同じ権利がある。この理由からカトリック教会は常に非難し、非難を続ける。すべての不正とすべての暴力が 階級、人種、または国籍の理論の名で犯されることを、彼らが劣った人種だと考えられているからと、ロマ人とユダヤ人を迫害することは許されない彼は1943年2月24日、パベリッチへ直接当てて、手紙を書いたまさしくヤセノバツ強制収容所は、クロアチア独立国のお点である。ポグラブ肉、カズトの聖職者として、一人の司教として、 私を見る人々に、キリストが十字架の上でしたことを用。父よ彼らを、お許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと。リエカにあるルルドの聖母教会のステンドグラス後に、ステピナツは、政府の官僚を呼び、ユダヤ人や、その他人種への迫害をやめることと、犯罪者と人種的な確定がなされた人、または、 人質として扱われる人とを区別すべきとせき立てた。ステピナツはまた、異民族間結婚をした人々、カトリックへ改宗した人々に対する寛容を求めた。ステピナツは、個々の聖職者に対し、もし聖教会信徒が危険な状態にあるならば、彼らをカトリック教会に迎えるよう進めた。この改宗は有効性がなく、危険が去った後に、 彼らが終始を戻したいのならば許すようにしたのである。また、戦前から戦中にかけて、ステピナツは直接、間接的に、数多くのユダヤ人を救うことに関与した。ショムロニ博士、別名エミール・シュバルツは、1942年まで、ザグレブの主任ラビであったミロスラブ・シャロム・フライベルガーの、個人秘書であった。ユダヤ人の生命を救う行為で、ショムロニは、 主任ラビトステピナツの仲介者となった。ショムロには、後に、自分はステピナツに本当に感謝し、彼は戦時中のユダヤ人のため最大の、そして最善の行為を行ったと述べている。伝えられるところによると、この時点で、ウスタシャ政権は聖座に対し、ステピナツをザグレブ大司教の地位から解任するよう世論を喚起した。これはしかし、 イタリアの圧力を受けてもクロアチア独立国を承認しないバチカンには効果がなかった。1941年後半、独立民主党のクロアチア人、プルビスラブ・グリソゴノがステピナツへ書いた手紙が回覧され始めたと伝えられた。セルビア人に対する恐ろしい犯罪を衝実し、大司教を責める内容だった。グリソゴノは手紙が広まった時点ではバニツァ収容所におり、 解放されたと同時に彼に当てて書き、それは偽造であったと大司教に話した。手紙の偽装を行ったのはグリソゴノの子孫アダム・プリビチャビチだとされている。これにもかかわらず、手紙はセルビア旧国政府とユーゴスラビア王国政府の両方に利用された。セルビア民主党党首でユーゴスラビア政府の通信大臣だったミラングロルも偽造の手紙を求断したが、 彼が亡命中に政府のラジオ番組上でまだ放送されていた。ステピナツと強行大使はイタリア王国、ハンガリー軍、ブルガリア軍の仲介の下ベオグラードに対してーゴ在住ユダヤ人が追放を避けるためにバルカンの占領地に隠れ家を確保することを認めるよう主張した。大司教はこれらの領土を安全に経由して旅するユダヤ人のため イスタンブール駐在大使、アンジェロ・ロンカディと共に、中立国トルコとスペインを行き先に設定した。彼は、ドラグティン・イエシシに安全に、ユダヤ人数人を送り届けた。イエシ氏は、パルチザン支援の容疑でウスタシャに、戦時中に殺害された。1942年、ハンガリー当局者は、ハンガリー国内の死教座に対する教会の検知から、 ハンガリー占領下のメジムリエ軍を帰属させるよう働きかけた。ステピナツはこれに反対した。そして戦中に教区の教会を変えないことをバチカンから保証された。ステピナツは1943年にバチカンへ旅行した。そこで彼はクロアチア人芸術家のイヴァン・メシュトロビッチと接触した。メシュトロビッチによると、ステピナツは彼にクロアチアの首領安定パベリッチが 国内で犯されている犯罪について知っているかどうかを尋ねたという。メッシュトロビチが、パヴェリッチはすべてを知っているはずだと答えると、ステピナツは急に泣き出した。メッシュトロビチは1959年までユーゴスラビアへ帰国しなかった。そして帰国して、ステピナツと再会した時、彼は自宅に軟禁中であった。メッシュトロビチは、ステピナツの死後も彼の胸像を掘り続けた。 そこには以下のように刻まれた。ステピナツ大司教は根拠のない言葉の男でなく、むしろ己ができる時にすべての人を活動的に助けた。彼ができた限界まで、彼はその人がクロアチア人かセルビア人かカトリックか正教会かキリスト教とか非キリスト教とかに関係なく区別しなかった。彼になされたすべての攻撃は、 誤った情報の産物、曇った心の産物であり、そのいずれもこの事実を変えられない。1943年10月26日、ドイツ軍が大司教の兄弟であるミオ・ステピナツを殺害した。1943年、ステピナツは四周辺のユーゴスラビアパルチザンがもたらす危険から、ザグレブにとどまるディブロブニク司教、ヨシップ・カレビチに引退を助言した。 これにもかかわらず、カレビチは、ベリコトルトビシチェ近郊のストルミツァ教区へ移り、1945年4月か5月に、パルチザンに殺害された。1944年、ステピナツは、ポーランドのイパウロ海聖職者、セイルズ・スチャリックを迎えた。彼は、ザグレブ大司教、ステピナツとマリア・ビストリツァ・ヒロツカサ教について、ポーランドへ帰国してから記した。 ウスタシャの恐怖政治の始まった頃を通して、ウスタシャはザグレブやベオグラードにいるナチス交換すらうろたいさせるほどだった。ステピナツはザグレブのカトリックの出版物が体制を支持し続けることを認めた。そしてサラエボ大司教イヴァンシャリッチをはじめとする聖職者らによるウスタシャ政権へ追従を彼は妨げなかった。クロアチアのカトリック教会は 一部のセルビア人に対するウスタ社の回収政策にカトリック教会が受動的な態度をとったとみられることへの批判と戦わなければならなかった。しかし知識人を除いたセルビア人にとってカトリック信仰を選ぶことで別の迫害から逃れることができたのだった。ステピナツは政府を批判するいかなる試みも公にしようとはしなかった。だが彼は後に 聖職者たちに対して秘密の伝言を伝えるような引用をした。狂気と凶暴の今の時間が過ぎるとき、宗教信条と無関係に回収した人々は我々の教会に残るだろう。そしてその他の人々は危険が去ったとき彼らは己自身へ帰るのだ。一部の歴史家たちはウスタ社がステピナツの暗殺を計画していたと議論している。マリア・ビストリツァ村ステピナツは 戦争を生き抜いた唯一のザグレブの好位宗教指導者だった。ザグレブのユダヤ人自治体のラベ代表、ミロスラブ・シャロム・フレー・ベルゲルは1943年に SS によってアウシュビッツ強制収容所へ連行され、到着後にすぐ死んだ。セルビア正教会主婦総主教、ドシテーバ・シッチは1945年1月13日に死んだ。ザグレブへパルチザンが到着すると、 彼らは、福音主義教会主教フィリップ・ポップ、ザグレブのイスラム指導者、イスメット・ムフティッチ、そしてクロアチア正教会のケルモゲン・マクシモブが、逮捕され、処刑された。戦後の1945年5月17日、ステピナツは逮捕された。6月2日、ヨシップ・ブロズキトーは、ザグレブ大司教座の代表と面会した。同日、ステピナツは釈放された。 6月4日、彼は、祈祷と面会したが、両者は何の同意にも至らなかった。6月22日、クロアチア社会主義共和国の司教たちは、新政権によってなされた不正と犯罪を記した、書簡を公にした。7月8日、ステピナツは、毎年行うマリア・ビストリツァ巡礼において4万人から5万人の人々を先導した。これは、 彼のマリア・ビストリツァへの最後の巡礼となった。7月10日、ステピナツの秘書スティエパン・ラツコビッチがローマへ旅立った。彼のローマ滞在中、共産主義政権はラツコビッチのユーゴスラビア帰国を禁じた。1945年9月17日から22日、ユーゴスラビア主教会議がザグレブで開催され、これらの問題を議論した。10月20日、ステピナツは、 所簡を公にした。その中で彼は273人の聖職者たちが、パルチザンが実験掌握後に殺害され、169人が投獄され、別の89人が失踪したが死んだと思われる、と述べていた。これらの執行はユーゴスラビア最高司令部によって命令されておらず、そのほとんどの場合、親なち聖職者に対して市民と孤立するパルチザン集団が、 自然発生的に懲罰を加え、ユーゴスラビア政府は何も関与していなかったと主張された。この書簡に応じて、ティトーは未熟な神聖ユーゴスラビアにステピナツは前線布告したと求断する日刊誌に社説を書くことで初めてステピナツに対する反対意見を公にした。旧王国の戦争で荒れ果てた残りと深く残った苦い思いから、 新しい共和国を作り出す際に、ティトーは国のすべてに関わる、中心目的として、スローガンブラッツェトボアイアディンストボを確立し、誰もそれに疑問を呈することは許されなかった。そのような状況の中で、ステピナツの忍耐は勇敢で無効水だった。十一月四日、彼はザプレシッチで、群衆から石を投げ連れられ、百四十六年一月に、ユーゴスラビア政府は、 教皇庁に、ステピナツをどこかに配置するよう依頼した。依頼は拒絶された。1946年1月5日、ステピナツは、ランドルフ・チャーチルの訪問を受け、彼は、オスナが大司教を監視し、彼の内部での通信が全て検閲されていたと述べた。後半中のステピナツ、1946年1946年9月より、ユーゴスラビア当局は、ステピナツを、 ナチスとの共謀罪、ウスタシャ政権下での大量虐殺との関係、宗教的先導者として、ウスタシャ軍内で従軍司祭を務めたこと、重口を突きつけてのセルビア政教からカトリックへの強制改収、ユーゴスラビア政府への退虐罪マイナスなどの訴訟で訴えた。ステピナツは1946年9月18日に逮捕され、裁判は9月30日から始まった。 死党側近のユーゴスラビア高官ミルバン・ジラスは、ステピナツが、私は戦争での疑わしい行為で裁判になることは、おそらくないだろう。私は、新しいユーゴスラビア国家に公に、反対し続けてこなかったのだから。と言ったと証言した。ステピナツは、元オスタ社政権交換と並んで法廷に立った。エリフリサクは、死刑を宣告された。イヴァン・シャリチの裁判は、 傀儡政府とカトリック教会分子の間でなされた共同関係の解明に取り組むユーゴスラビア政府による決定を反映していた。全部で16人の被告人がいた。裁判の方法はカトリック教会、スイス、その他西側数カ国と愛国者らによって批判された。ステピナツはこの裁判は世論操作のための裁判だと主張した。彼は 弁論第4日目の10月3日に長い38分間のスピーチを行った。その時彼は自分の両親は告発すべてに関連することが明白であると述べ、また自分は自身を守るつもりはなかったし、有罪判決に不服申し立てするつもりもないと述べた。代わりに自分は嘲笑や軽蔑、屈辱だけでなく、心情のために死も受け入れると述べた。 ステピナツはさらにこう述べた国家が教会を攻撃するのために自分を攻撃している悪意による回収はなされなかった彼は同時期にユーゴスラビア王国内にあったように軍属司祭がクロアチア独立国内で設置されたそれは一般兵士の進行の必要性に呼びかけたもので軍そのもののためでなかったしまたこれをもって軍による 行動のすべてを是認した証とはならない、と非難した。さらに、彼は、自身がウスタ社であったことは一度もなく、自分のクロアチア愛国心は、セルビア人が治めたユーゴスラビア王国内で、国の不平不満から生じたものだと主張し、セルビア人また国家に対する、いかなるテロ活動や、反政府活動にも参加したことはないと断言した。ステピナツは、 パルチザンによって260人から270人の聖職者が殺害されたと再び主張し、これらの即決処刑を野蛮だと考えると述べた。彼は、教会財産学校、神学校、印刷所の国有化を非難した。そして聖職者の妨害と脅迫と同様に、教育における教会の妨害の連座、出版、事前活動、学校での宗教教育などの妨害を非難した。 彼は一般的な無神論、進化論、実利主義と共産主義のような問題にも不満を申し立てた。国側は基礎事実を支持する証拠と従軍主催が行った強制改修と処刑に関係した承認を連れてきた。国側はたとえステピナツが彼らに直接命じなかったとしてもそれを止めようとはしなかったと主張した。彼らはクロアチア独立国軍内で 従軍主催の不均衡な数を指し示し、ウスタシャ当局とステピナツの協力関係の詳細を進定しようとした。当時の外交問題政治は、バチカンがこれらの告発において、可能な限り裁判に関係するよう要求した。告発が本当だろうとそうでなかろうと、ステピナツの凶暴を示唆するために、あらゆる機会が利用された。裁判は、教皇庁によって、すぐに非難された。 多くのカトリック教徒と非カトリック教徒は裁判の過程で強制された目撃者の声明、偽証と偽装された文書によって致命的に裁判が危うくされているとみなした。そういった批判は教皇にあてて書かれた手紙を証拠として引用したのが一例である。その手紙は1943年にステピナツが書いたと言われたものだった。手紙は ウスタ社の大量回収プログラムと政権そのものに指示を表明したとする罪に陥れるものだった。しかしステピナツはそれを書いたことを否定した。検察官はステピナツの署名の入ったコピーがあると主張したが、コピーは提示されなかった。1946年10月11日、法廷はステピナツへ重大な反逆罪と戦争犯罪を犯したという判決を下した。彼は、 懲役16年を宣告された。後半の侵攻に参加した大部分の陪審員を含むすべてのカトリック教徒は教皇によってすぐさま破門された。1946年10月13日、ニューヨークタイムズ紙はこう書いた。大司教ステピナツの裁判は前もって決められた結果に沿った政治的なものだった。このクロアチア人行為聖職者の裁判と判決は人種、性別、 言語、心情に関係なく、人権とすべての基本的自由権を尊重するという、ユーゴスラビアの制約と矛盾する。大司教ステピナツは、共産主義の敵であるというだけで有罪を宣告され、反教会運動の一部分として投獄されるだろう。在アメリカユダヤ人教会は、このように厳しい姿勢を表明した。ステピナツは、 反ナチスを表明することが非常に難しく危険であった頃、ヨーロッパで当時のナチス独裁政治に反対する声を上げた非常に稀な人物であった。1946年11月1日、ウィンストン・チャーチルは裁判についてイギリス下院に当てて書き、その結果について大きな悲しみを表明した。ステピナツの不在でベオグラード大司教、ヨシップ・ウッツッチが ユーゴスラビア市教会議員議長代理に就任し、ステピナツの島でその職位を務めた。1947年3月、クロアチア社会主義共和国大統領ブラディミル・バカリッチは、ステピナツに会うためレポグラバ刑務所を公式訪問した。彼は、ユーゴスラビアの首領ヨシップブロズキ島に当てた、大社弾丸に署名すれば、ステピナツが出国するのを許すだろうと提案した。 その代わりに、ステピナツはバカリッチに、中立の法廷で、再び裁判をするようティトーへの要望を預けた。彼は、ザグレブ最大の広場で、クロアチア国民を前に、自分の行動を説明すると申し出た。肯定的な反応は、バカリッチからも、ティトーからも得られなかった。1951年11月11日、ニューヨークタイムズ指者、ズルツバーガーが、 レポグラバ刑務所のステピナツを訪問した。ズルツバーガーは、ステピナツへのインタビューによって1951年度のピュリッツァー賞を獲得した。レポグラバ刑務所で懲役の5年間を務めた後、そこで彼の教会内での高い地位を認められて、通常より良い設備を提供された。アロイジエステピナツは、ユーゴスラビア首相ティによる怪獣的意志表示で釈放され、 ローマへ向かい引退するか、故郷のクラシッチ教区に監禁されるかいずれかの状況を提示された。ステピナツは母国を去ることを拒み、クラシッチで晩年を生きることを選んだ。彼はクラシッチへ1951年12月5日に移送された。彼はこのように言った。彼らが力ことごとくで私を飛行機に乗せ国境を越えて連れて行かない限り、 彼らは私をここから去らせないだろう。このような困難な時期に人々の元に留まることが私の義務なのだ。1952年1月31日、共産主義体制は公立学校での宗教教育を廃止した。4月、ステピナツはベルギーのラ・リベルテアシジャーナリストにこう話した。私はカトリック教徒の若者たちを非常に心配している。学校で 政府は真実を否定することに基づく強力な共産主義プロパガンダを実行しているからだ。1952年11月29日、ステピナツの名前がピウス12世が新たに作った数奇教の名簿に載った。その返答として、1952年12月17日、非同盟国であるユーゴスラビア政府はバチカンとの外交関係を断絶した。政府は ザグレブ大学からカトリックの神学部を追放し、1991年にクロアチアが民主制に変わるまで学部は復活しなかった。ステピナツは自宅監禁状態であったため、1958年のコンクラーベに参加することができなかった。1959年6月2日、彼はイヴァン・メシュトロビッチへ当てて手紙を書いた私はおそらく体調の悪化のために、 世界で共産主義が崩壊するのを生きてみることはできないだろう。しかし、私は共産主義の崩壊を全く確信している。ステピナツの共造1953年、ステピナツは稀な血液病である多血症であると診断された。7年後、61歳のステピナツは血栓症で亡くなった。ティトーの許可を得て完全な監視状態の中、ステピナツは 上級聖職者の地位にふさわしい儀礼を受けながらザグレブに埋葬された。ウィーン大司教で数奇教のフランツニ肉も葬儀に列席した一人であった。ステピナツが自宅で静かに死んだにもかかわらず、彼は多くの支持者らと多くのカトリック教いたずらの視点から殉教者にされた。彼が殺されたという証拠がないが、彼らはステピナツの万人の健康の衰えは、 東国が原因であり、おそらく病院より、むしろ自宅で療養していたことが悪化させたのだと主張した。これに反論して、別のものは、ステピナツが他の囚人と比較して、住まいとしている房と隣接した房を、指摘礼拝堂として使うために、通常の2倍の広さを割り当てられていたことから、レポグラバでの処置を好んだと論じている。1970年、 クロアチアのカトリック系日刊誌グラスコンチラは、教皇庁の公式新聞、オッセルバトーレ・ロマーノから借りたステピナツのテキストを発行したが、裁判所の命令によって、初版の没収に終わった。カトリック教会は、1997年11月11日、ステピナツを、殉教者と宣言した。少なくとも、カトリック教徒のため、ヨハネ・パウロ2世が、ステピナツは、 本当に殉教していたと断言した1998年10月3日、ザグレブでの討論が解決したのである。ヨハネ・パウロ2世は、成人候補が殉教したクラシッチの地で早くに、そのことを決定した。信者のステピナツを副社にしてほしいという要請は、成人候補者による奇跡的な取りなしの証拠を得るという通常の条件なしに進めることができた。したがって、 ヨハネ・パウロ2世は、自らが列復した最後の数奇教を、復者の列に加える前に、このように言った。カトリック教会の決出した人物の一人が、自身の体と精神で、共産主義システムの極悪さに耐え、今や、殉教行為の輝ける象徴として、彼の同国人の記憶に預けられている、ザグレブ大聖堂内のステピナツの墓1984年。 アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドへ移住したクロアチア移民の共同体はステピナツにちなんだ名のクロアチア人アメリカンホームを建てた。廊下にはステピナツ大司教の等身大より大きな像が据えられている。一方で多くのヒカトリック教徒たちはステピナツの殉教と総合的な彼の成人の資格について納得しないままであった。一部は 彼を大量殺戮の守護聖人として知らせるようになった最も厳しい批判に対する一つの結果として、これを根拠のない挑発とした上聖人の身分の段階の一歩を踏んだことを彼の昇進とみなした。列腹がカトリックと共産主義、セルビア人とクロアチア人の間の古くからの論争に火をつけたことは疑いもなかった。 クロアチアのユダヤ人共同体の一部メンバーは、第二次世界大戦中ステピナツに助けられており、彼の劣腹に反対しなかった。しかしサイモン・ウィーゼンタールセンターは、ステピナツの戦時中の行為が、さらに調査がされるまで劣腹を延期するよう依頼した。バチカンは、この申し入れを黙殺した。1992年2月14日、クロアチア政府は1946年の裁判の、 決定、抗議の中で、それに至った過程を象徴的に非難した。ステピナツ東国の真の動機は、彼が多くの共産政権の犯罪を指摘したこと、特にクロアチアカトリック教会が教皇との断絶を生み出すのを拒んだためであると言われている。しかし、氷結は、どの裁判所でも、正式に疑問を呈されもせず、覆されもしなかった。百九十八年、 クロアチア国立銀行は、ステピナツを記念した500クーナ金貨、150クーナ銀貨を発行した。ステピナツを諸国民の中の正義の人の名簿に、二人のユダヤ系、クロアチア人が別々の機会に加えようと推薦したが、不成功に終わった。この運動に関わったユダヤ系クロアチア人の一人、アミエル・ショムロウには、ステピナツの宿場シェムの名簿へ追加を妨げた。 セルビア人、ロビー活動に対し、最近、異議を申し立てた。サラエボ出身で現在アメリカ在住のユダヤ人、エスター・ジトマンは、クロアチア独立国内のユダヤ人の運命の課題で、博士号を取得している。彼女は、一部の人々が認めようとするよりもさらに、大いにユダヤ人のために、ステピナツは尽力したと述べた。しかし、ヤドバシェムが要請を受理しなかった理由は、 申請者たち自身が名簿編入の必要条件であるホロコーストの生還者でなかったことであると述べた。そして同時代の大量殺戮を行った政権と密接な関係を保ちながら人道的な仲介を行っていた行為は名簿編入から排除されると述べた。2007年、基礎自治体、マリア・ビストリザはステピナツの小道という大聖堂へと暮らしっ ザグレブ市内のカプトル、メドベドニツァ、マリア・ビストリツァ、デポグラバラ各地とつながる巡礼の小道を作る計画を始めた。クラシッチ近郊のゴルフコースは、数奇鏡の谷と呼ばれている。2007年、ザグレブに、アロイジエ・ステピナッツ博物館が開館した。サッカークロアチア代表選手のダリオ・シミッチは、ユーロ2008の対ポーランド戦で、ジャージの下にステピナッツの像のついた。 T シャツを着ており、試合後に、それを明らかにした。ありがとうございます。